イヤモニをつけてていいことは歌にシビアになります。あのいつもモニターでわーってわーって爆音で聞こえるものの中で歌ってるから、ちょっと音程外れたとかちょっとリズムずれたとかでもよくわかんないんですし、あとそれをその都度調節してもらってたんですよ。あのドラムの音が大きく聞こえるようにしてくださいとか、ベースの音を下げてくださいとかっていうのを、もうすごい技術のある方にやっていただいてるから、そこで調節してたのがもうここだけで聞こえる、もう密封して完全に塞いじゃって、中に直そのオケと歌しか入ってないので、そういう調節もいらないし、ちょっとのズレがすごいわかるんですよ。なのでみんな多分、うわ嫌だって直そうって思わなくても自然と修正能力が働くようになるんですよ。から歌うまくなるなって思います。で悪いことはやっぱ耳を塞いで爆音で聞いてるので相当耳が悪くなるんですよ。本当に耳には良くないので、あの私は今回リハーサルからイヤモニをつけ続けて、もう2週間くらい、あ1週間だけかイヤモニをつけたのは、1週間イヤモニをつけてやっていたから、リハーサル以外ではずっと耳栓をして、あの車とか電車の移動とかもそういうちょっとした騒音も聞かないように耳を大事に大事にやっていますなんかあの LINE 音源っていうのがあるんですよ。なんかその日のコンサートのやつをマイクで拾ってる声をあの CD に焼いてもらって、私たちがあの宿題というか聞けるようになってるんですけど、それ聞いた時に前まではこうやっぱ、あー音めっちゃ外れてる、でも本番気づかなかったみたいな、そういうことが結構ユニゾンでありがちなんですけど、今回はもうイヤモニで直で聞こえるので、そうなんかずれたらずれたってすぐ分かってこう対処できる子はしたりとか、あとはだんだんずれなくなってきたりとかもしてるので、これはもう成長なんじゃないかなと思います